12月30日、年末のゴッタガエス空港から、私たちを乗せたプライベートジェットが飛び立った。行き先は、南の方。帰りの日は、未定。皆様本日は作業中航空をご利用いただきまして誠にありがとうございます。私、本シリーズでナビゲーターを務めさせていただくヨウムと申します。本機はこれより、楽しい無人島生活へ向けて大海原に墜落し炎上いたします。一応シートベルトはお締めください。墜落後はパソコンと携帯が使えません。パスも電源が喪失。お手洗いは後方にございますが、もう墜落するんで我慢してください。ドリンクサービスは墜落後にココナッツジュースと生ぬるいお水のご用意があります。機内食はもう無理なので後ほどカニかお魚をご用意。お疲れ様です。無事着水しました。今日、ナイスランディング、遭難日和だぜー。前方に見えますのがおバカな旅行者たちです。すごい。ナイス爆発。やっぱ旅はこうじゃないとな。遭難初日。今日から楽しい無人島暮らし。じゃ、やっていくよ。あのちっちゃい島に行けばいいんだよね。最初からでかいところに行ってもいいけど。とりあえず小さい島で資材を集めようか。そうだね、あの島に行こう。おう、ようそろう。小さな島に初上陸、ワクワク島と命名。初日の目標は何だっけ。初日の目標、道具を作る、セーブポイントを作る、ご飯を食べる、ウォーターサーバーを作る、です。ウォーターサーバーねー、そんな呼び方しちゃっていいものなのか。ものは言いようとも言う。まずは道具を作っていかないとな。そうだね。さっき石のしょぼいナイフを作ったけど、これはほとんど切れないから、普通のナイフを作ろう。石を集めるのと、あと紐が必要なんだよな。そう。コンテナを発見したよ。おお、ほんとだ。ランタン入ってないかな。ソーラーランタン。ソーラーランタンが手に入ると、夜の作業が楽になるもんな。布も落ちてるからゲットしておこう。クラフトできるようになるまで、布は貴重だからな。石、繊維状の葉っぱ、布、枝など、落ちているものを中心に集めていく。これで紐が一つ作れるかな。おう。よし、クラフトするねー。続けてナイフを作っていこう。集めた材料で、ナイフをクラフト。紙や魚をさばけるようになった。次は斧だけど、レベルが足りなくて作れないよー。他のものを作ってレベルを上げなきゃだな。よし、じゃあ材料を集めよう。とりあえず落ちているものを拾って、あとナイフで切れる葉っぱを取っていこう。このヤシのおちびちゃんって、時間は気だから、今日全部取っちゃった方がいいね。パルンサプリング。ヤシの苗木。数日でリスポーンする。ナイフか斧できると、1000以上の葉っぱが採取できる。なんか聞いたことある声なんだけど、これヨウムじゃね？手伝ってくれるって。へえ、どうせならイケボがいいわ。それなぁ。イケボか。ハーベスティング、採取スキルがレベルアップしました。おおおおお、イケボ来たー。顔は出なかったけど、イケメンに違いない。これはレベルアップしたくなるー。荷物がいっぱいになったので、バッグから中身を出したよー。おお。よっしゃー、がぜんやる気出てきた。さっきのイケボは誰なんだろう。次レベルアップしたとき聞いてみようよ。じゃあクラフトタイムといこう。作れるものをどんどん作っていこうぜ。そうだね。斧の材料も作ろう。うん、きた。うお、クラフツマンシップ、細工スキルがレベルアップしました。はわあ。せめてお名前を。流星です。へ、返事したぞ。別の人にしようかな。ダメ、モチベーションに関わるからな。ほら、おかげで斧ができたよ。クルードアックス、しょぼい斧。石と枝と紐で手作りしたしょぼしょぼな斧。何度も叩けば太い木も切れるが、耐久性はいまいちで、壊れるのも早い、です。キャンプファイヤーと着火装置を作りました。もう少しクラフトしたいけど、紫外線を食らいすぎててそろそろ体を冷やさないとだよ。食べ物が何もないから、ついでに魚も取ってこようぜ。そうだね。じゃあ、海で使わないものはここに置いていこう。おう。海はマリサさんよろしく。おっしゃー、任せろー。こう見えて泳ぎは得意なんだ。海。無人島スローライフには欠かせない生活資源。特に沈没船に残された生活用品は貴重、です。沈没船だ。屋根の上にコンテナがあるかも。ほら、ありそうだね。あったぜー。やったー。
つってもあれだな、三人称視点だと海の中は操作がしづらいぜ。ちょっと慣れが必要かもね。ほら、全然関係ない葉っぱを手に持ってしまった。何してんの。それじゃあ魚を少し取っていこう。そうだね、とりあえずちっちゃいのでもいいよ。うん、海に出て夕食用に小さめの魚を取る。天気は良好、紫外線は強め。ハンティングスキルのレベルが上がりました。うおうおう、頑張っている私のためにもう一声何かお願いします。では頑張れ。ぐはーさ、最高。フィジカル、身体スキルが上がりました。楽しすぎるサバイバル。コンテナがありそうだな。うん、あった、コンテナゲット。やったー、沈没船でコンテナ計4つをゲット。暗くなる前に火をつけておこう。そうしよう。キンドリング、着火装置。ここでキャンプファイヤーに火をつけられる唯一の原始的お道具。枝と枝をこすり合わせてナームーじゃなくてファイヤーなのです。おーやー、じゃあお疲れさん、さすが慣れてるな。いい炎だわ。お魚焼いておこう。そうだな、作業してる間に焼けるからな。じゃ、さばいていく。うむ、オッケー、火にかけて作業に戻ろう。おう、ハーベスティング、採取スキルがレベルアップしました。く、やっぱイケボいわー。そろそろ魚が焼けたかもな。あーそうだね、夜勤に交代する前にご飯食べておこう。夜勤ねー、焼けてるかなー。クックドフィッシュ、安心して食べられる焼き魚だよ。いただきます。召し上がれ。ごっそうさん。8時半か、交代にはちょうどいい時間だよ。そうだな。じゃ、夜勤のポリポリ大根さん。また夜勤か。やっぱ夜勤は根っからの作業中じゃないとな。ウォーターサーバーをよろしく。じゃまずはココナッツを一つ取って、紐を作り、ココナッツスイートを作る。他の材料も集めに行くか。よろしく。紐の材料が全然足りてないんだぜ。もともと資源が少ないってのもあるんだけど。ふむ、じゃあまずはこれだね。なんも見えねえ、暗いなー。もうクラフトしながら進めるか。職人への道、目の前に落ちている資材はそのままクラフト材料として使えることが多いのです。材料は揃ったけどまだレベルが足りないよ。そういやセーブポイントもまだ作ってないよな。忘れてたよ。そっちが先だね。まずはシェルターを作ろう。うむ、シェルター、枝とヤシの葉を紐でぐるぐるして作った簡易テント。就寝、セーブに使う。ただし昼間だらだら寝ようとすると叱られる。お前のこと言ってるぞ。まだ夜じゃないって叱られたよ。ハーベスティング、採取スキルがレベルアップしました。なんか言って。やだやだ、もいい。これ何。ファン2匹。それはどうも。だー、このシリーズ好きすぎる。やり直しの2回目だからめんどくさかったけど、私たちに言うこと聞かせようと絶対仕組んでると思う。当然じゃ。さてシェルターを作るよ。クッキングスキルがレベルアップしました。おお、この辺にしますか。うむ、クラフツマンシップ、細工スキルがレベルアップしました。オーケー、これでお水マシンが作れるね。ウォータースキル、蒸留器、蒸発した水蒸気を集める原始的ウォーターサーバーです。お水が溜まるようヤシの葉っぱをセットしとこう。うん、あとはこの島の資材回収だな。よし、じゃあ本格的に夜勤の業務を始めよう。無人島遭難ツアーにご参加の皆様、本日は遭難お疲れ様でした。ただいまキャンプにて生ぬるいお水がご用意できましたので、どうぞご自由にお召し上がりください。誰が欲しがるんだよ。なお、ココナッツの実を3つ以上召し上がりますとお腹を中心にフェス状態となり、バイブスぶち上がってヘブンにヒュイボーできます。ぶち上がるのは致死率なんですけど。ヒュイボーしたら帰ってこれないよ。うむ、はハーベスティング、採取スキルがレベルアップしました。この作業中、イケボにも動じないよ。変わってあげたら。これやばいぞ、こうやってうちらめちゃくちゃ働かされるんじゃ。キッ鬼ババが笑っとる。さあ夜明けですよ、日勤の方。はいはいはい、